とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきましょう。今日は12月15日です。コロコロコミックの発売日となってるよね。今月号のコロコロコミックにはこの連動お届け物の合言葉入力の合言葉が同封されてます。早速合言葉を入力してみましょう。お、来た。閻魔降臨手形を手に入れました。ちょっとね、噂で会ってた閻魔がプレイアブルキャラクターとして仲間になるんじゃないかという、あれはね、ちょっと違ってたみたいで、この閻魔降臨手形で新しくクエストが出るみたいなのよ。で、そこで閻魔を倒すと閻魔メダルが入手できるっていうことみたいだね。まあ、閻魔降臨手形入手しました。クエスト行ってみましょう。クエストはね、ここで受けれるみたいです。学園長室にいる閻魔大理事長、ここで受けるんだね。お前たちがマゼラとの戦い本当によくやった。生徒たちが安心して学園生活を送れるのもお前たちが命を懸けて戦ったおかげだ。改めて Y 学園の理事長として感謝する。ところで、大きな戦いを終えて平和ボケしちゃいないだろうな。ん？実はアースウォーカーの中にある神聖妖魔界とリンクすることで、妖魔界にいた頃の俺を一時的だが再現することに成功した。お前たちが望むなら勝負することも可能だが、どうだ？もし勝つことができたら、褒美をやろう。はい。これですね。理事長にして頂点。これを受けれるみたいです。報酬美味しいね。経験値9万8000。さらに神経験値ボールを2つ入手できるっていう、すごいいいクエストが出てきた。まあ、調査開始してみよう。恐れることなく挑むか。なら戦いの準備を整えてこい。この俺にそう簡単に勝てるとは思わない方がいいぞ。まあ、クエストでも、閻魔とは戦ってるんで、ノーマル超極とね、大丈夫でしょう。久々に血が騒ぎそうだ。まあ、普通に戦おう。よ、この学園でさまざまなことを学んだお前たちがどこまで成長したのか楽しみだ。さあ、行くぞ。え、なんか違うぞ。なんか違うクエストになった。あ、これを倒して大元となるクエストがクリアっていうこと？まあ、行きましょう。報酬ガシャコイン5個、おいしい。経験値4万5000。いいね。まあ、普通に戦う感じだね。でも極の閻魔倒したなら全然いけるでしょう。よし、あ、全然余裕。このぐらいのダメージ、ノーマル の絶対王者からの挑戦状よりも低いかな、このダメージは。神の刃でも、うん、800ちょっとなんで、ノーマルのクエストの閻魔よりも弱い。うん、HP のこの減り方も、うん、減りすぎだし、こんなにね、やわじゃないもん、あのクエストの閻魔は。あ、ちょっと待って、やられそうや、やられそうや。まあまあ、まともに何発か食らえば、やばくなるけど、いや、もう全然大したことない。全然大したことなく、勝つことができますね。経験値、9万7000。倒しただけで9万7000経験値が入った。とんでもないな。とんでもない。これ何回もできるクエストだったら、やばいよね。うん。まあ多分、1回だけのクエストでしょう。めちゃくちゃ美味しかった。おっしゃ、今だように勝ったぜ。見事だった。いやいや。っていうか強すぎ。いや、そんな強くなかったよ。そんなに強いならマゼラと戦うとき手伝ってほしかったな。ああ、
一時的にと言っただろう。そう長いことを再現できるものじゃないんだ。うん。それよりお前たち、大王様との戦いで何か感じたものがあったのではないか？感じたもの？うん。もうこれ以上ない強さを身につけたとそう思っていたが、だな、だな、俺たちはまだまだ強くなれる。今の戦いでそれが分かったぜ。ああ、私たちの可能性は尽きることはない。そうだ、これから努力を重ねればどこにでも行けるし何にでもなれる。お前たちは無限の進化を秘めた未来に向かう希望でもあるのだ。前に進みたいという戦いの意志とほんの一歩を踏み出す勇気があれば、未来は必ずお前たちに微笑む。俺たちはそんなお前たちにこれからも支えていくつもりだ。この Y 学園もな。なるほど、いい話だね。あ、褒美をやるっていうので何くれるんだ。召喚メダル、エンマ。もうすでに持ってるね。まあレベルいくつなんだろう、気になるところ。なんかとんでもないものもらっちゃった。そうでもないけどね。もはや反則級のすご技だよ。はい、よろしいのですか。なあ、言っただろう、支えるって。それにそのメダルはサービスだ。真の力を拝むには程遠いであろう。そうそう、そういうこと。ああ、新しいミッション、もしや今のミッション。あ、このミッションはいつでも受けられるわけじゃない。どういうこと。おっしゃ、やってやろうじゃん。いつでも受けれるようじゃないっていうのは、どういうことだ。デイリーミッションに出やすくなるってことかな。わかんない。第一の Y サークル来てみました。ないね、ないね。あれが毎回出てたらめちゃくちゃ美味しいでしょ。多分デイリークエストでさっきのエンマと戦うやつ、あれが出るようになるんじゃないかな。経験値バカみたいだったね。9万7000って。でさらにクリア報酬で4万5000。あれ月曜日の経験値アップを使うと、1回戦うだけで多分20万ぐらい経験値もらえるようになるんじゃない。これは美味しい。うん、コインも5個もらえるしね。いやー、多分デイリーだと思うんだけども、まあ、あのクエストが出てくれればめちゃくちゃ美味しい。やばいね。はい、ということで今日はね、コロコロコミック、1月号だね、12月15日発売の1月号についてた合言葉入力してみました。新しいクエストが発生してめちゃくちゃ美味しかった。で、あとはね、なんかここにクエストが出るようになったみたいだけども、出るかどうかは運次第と言ってましたので、多分デイリーで出る時もある、そういうクエストなんでしょう。いや、楽しみだね。出るのが楽しみだ。はい、ということでまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では妖怪学園の動画、そして実写動画も上げておりますので、チェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そりゃ